こんにちは、あやねです。前回周遊パスを使って岡山のグルメを満喫してきました。見ていただけたでしょうか。今回は山口セントラルパスという周遊パスを使って山口県の秋吉台などの自然や萩の歴史を満喫していきたいと思います。山口はお魚が美味しいそうなので、それも楽しみです。では行ってきます。はいはいはい、はい、今からですか。はい、利用できますので、はい、はい、ありがとうございます。バス案内所です。かわいい。バスに乗って秋吉洞の近くまでやってまいりました。でも秋吉洞に行く前に、まずはお昼ご飯を食べたいと思います。お腹すいた。めちゃくちゃ涼しくなりました。水のおかげかな。
ます。秋吉堂を後にしてバス停に向かいます。
違うバスに乗って萩シーマートに向かいます。バスセンターから歩いてちょっとのところに今日の夜ご飯のお店があります。マルさんにやってきました。
日目の旅終了しました。秋吉堂すっごかったです。神秘的でした。後編は萩の町を観光していきたいと思います。海が近いみたいなので楽しみです。では前編はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。